はい、どうも、亮介です。マリオカート8デラックス、やっていきたいと思います。なんか、レートが、なんかあれやな、低い部屋に紛れ込まされたので、絶対トップ取ります。まあ、3位以内には絶対入るでしょう。必然的にね、普通に立ち回るだけで入れるんで。今回、モコカスタム使います。さあ、てんねんて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 ん。なんか久しぶりやな、マリオカートね。さあ、ここアイテムと、メダル。はい、お湯。さあ、ジャンプアクション打ちます。さあ、メダル9枚。オッケーオッケー。さあ、ダブルアイテム取れないので、シングルアイテムで、緑ゴール当たったらしまくぞ。はい、オッケー。さあ、4位浮上。さあ、ジャンプアクション打ちます、ここね。はい。ピンポイントで。ここはまあ、安定的な立ち回りでいきましょう。さあ、赤ゴーラは俺狙いではないので、放置。ジャンプアクション打ちます。赤ゴーラこれ俺狙いじゃないので放置よいしょ。そしてダッシュボーディングブーティングいきますか。これうん、さあジャンプアクションとさらに背後につけて加速。うん、世界一うまいんで背後につけて加速することだけはよいしょと思ってるんで、ジャンプアクションの聖地、はい、トリプルアクセル打ちます。オッケー、オッケー、約これスルーしていく。危なかったな。うトゲどころだけ危な。マジで当たったら終わりだぞ、あんなの。うん、1位以外でくらうトゲどころが一番嫌。お前、ここで男女平等パンチ打ってくるか。やばいな。ここでの男女平等パンチは、全員平等にいってるはずなんで。ここはメダル。あ、しかもなんか、あ、来た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 。クラクションズアイテム、あ、でも、ああお前よ、盗っ人がよ、お前早く成仏しろ。食らっとく、食らったか、食らったのはヨッシーが食らっていく。うわお前ブーメランダイレクトだけで来んな。やばいやばい。あ、この記憶もらいます。よし、オッケー。ガードアイテム展開して、トゲゾゴラ来てる、当たったらしばく。もう結局すばそれで終わった。残せお前。結局トゲどころの皮一枚で終わった。はい、バッチングいたしました。さあ行きます。よいしょ。骨骨砂漠というステージですね。まずは逃げ切り体勢取っていこうか。序盤からのメダルをしっかり確保して、さあ後ろ赤ゴーラなしやな。赤ゴーラはないのでウルトラミターをかけます。さらにジャンプアクションプラス、ここでメダルを使ってブレーキングカーブ失敗していくが、だがオッケーオッケーオッケー、まあまあまあいいでしょう。2番手からの追走でいきます。ダブルアイテムはもぎ取っていったか、あいつ。まあいいでしょう。さあここに対してしっかりとインからオッケー、1位もぎ取りますわ。さあ緑ゴーラスナイプ当たったらしばくぞ、お前うまいこと跳ね返ってくんなよ。よし、あいつ自分で食らったんじゃん。あいつ自分で食らったんだ、多分。さあ、あとメダル。3枚欲しい。振ってこへんか。まあいいや、適当に防御アイテム2つやし。あとあれなよな。トゲゾーゴーラが来た時の対応なんよな。問題は。よいしょ。ざっとアウトから入るわ、ここ。よいしょ。アウトから入った方がやっぱ、スムーズやな。よいしょ。さあ、ジャンプアクション。まあ、トゲゾーゴーラ一発ライフで受けるか、これね。よいしょ。インドリしましょう。さあ、テレサとロゼッタが追走してきて。結構これ、あれやもんね。航続距離離れてるから、雷が来やすいな。多分、雷とか来る。サッカーゴーラまず1本。2本目。よいしょ。連打できたか。よいしょ。やるね。よいしょ。これ、アウトから入ります。ダブルアイテムで確実に防御アイテムをゲットしつつ、オッケーで。メダルをしっかり保持したまま、ダブルアイテム交換いきますか、これ。ワンチャンクラクション狙い。さあ、何が来る？バナナ。もうこれ装備せざるを得んな。よいしょ。さあ、赤コーラ1本。2個目を勘弁して。うわー、お前、お前、マジでアイテム系だけはお前、残せ。オッケー。オッケー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 、8分ね。
からのテレサコンボ、お前どこで止まってくれてんねん。うわあ、終わったー。よし、3、2、1、ゴー。さあやっていきましょう。さっきねばっこり12位くらいました。はい、ボコボコにされて12位くらいました。はい、さあ今回最下位からのスタートなんですが、しっかりと、ま、おーまい、こうなったら仕方がない。メダル集めよう、かき集めるしかない。うわ、赤ゴーラまたぶち当ててくるんかお前ら。よいしょ、それさっき行くならどうぞって感じやな。ゆっくり行きまーす。さあここはメダル2枚をもぎもぎともぎ取っていって、こっちメダルあるんちゃう。あ、オッケーオッケー。ダブルアイテムボックスからの、お、ショートカッティングか。どういう指導しましょう。まあショートカッティングから追走すぎる、これ緑ゴーラぶち当てられんのよな。危ない、そうそうそう、結局メダル失うっていうね。なんでやねんお前どっから赤ゴーラぶち当ててくれとんねん。12位から11位への赤ゴーラっていう。さあキラー来てんな、これどうしようかな。キラーも保持でいいか、とりあえず。まああれやけどな、雷で落とされたら泣きそうなるけど、とりあえず様子見ながらって感じで。よいしょ、ジャンバックス打ちます。さあここでの雷はなしか。雷はまだ来なさそうやな。さあメダル回収してどうしようかな。あいつキラーの後の雷とか怖いし、ここ1個使っちゃいますか。よいしょ、シュイーン。ここで、あいつ雷持てなかったか、持てなかった。よいしょ、なんならもうダイレクトで抜かしていきましょうか。ここからはメダル10枚なんで、スピードはあいつら前線のやつらより速いんでね。よいしょ、はい、クラクション持ってるあいつやばい。よいしょ、オッケーオッケー、クラクションのやつは抜いたんで大丈夫です。仕掛けましょう、そろそろ雷来てもおかしくない。来ないか、来ない。赤ゴラで守ります。さあメダルの枚数だけで一気に上がっていきたい。よいしょ、後ろ何持ってんやろ。ここはもうショートカッティングやな、最後の。 OK ナイス、後ろ投げとショートカッティングで OK。 まあ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 、よく追い込んだ。3、2、1、ゴー。さあここはもうトップスタートから行かないとあかん。もうロケットスタートもねちょっと集中してやります。ここなぜかというとね、ショートカッティングがほぼないんで。うわミスった、こういうの痛い。ちょ、押されすぎやって。いかに前々で立ち回るか。こんなんもうショートカット、キノコとか出てもう全然追いつけないんで。ああ、こういうなんか正面に当たらないように気をつけろ。ちょっとわざと外回るか。メダル2枚取って OKOK。とりあえず被弾避けれたな。序盤での被弾食らったらもうそれで終わりなんで。よいしょ、ここジャンプアクションだけで追いついて。よいしょ、これケツ食らいそうやな。ブレーキでいいわこれは、あんま欲張ると危ない。よいしょ、さあナイススナイプ、後ろ投げると思った。よいしょ、さあここジャンプアクションの聖地で潰そうと思えば潰せるな。あー無理か、緑ゴーラ持ってんな。スナイプ怖いな。ここ一発圧かけますと。さあ赤ゴーラ来たら抜かせる準備は整うが、トゲゾウ来んのかなこれ。まあ、ここ赤ゴーラからの、あーやっぱ仕掛けてくるよね。ここで俺がもう一発赤ゴーラ引けば勝ちやな。よっしゃ勝ったな、あいつ潰せるツモはある、俺には。よいしょ、一発二発は食らうよな。オッケーオッケー、でガードして、いやーこれうまかったな、勝ったでしょ。やっふー、オッケーオッケー、やっぱ先行に引きりがな、濃厚なステージやから。ナイス、3、2、1、ゴー。まあここはな、最初キノコ取ってショートカットが強いけど、まあ俺はもう素直に行きます。ここ最初もう先頭バッターやったんで今回。うえうわーまた食らいそう、もうならもうゆっくり行くぜ。もう絶対そうなると思った。よいしょ、あメダルくれんねん、ありがとう。よいしょ、ってことアウトもあまりそうやな。オッケー、さあ何引けるかな。スタートリプルキノコかな、ですよね。
よいしょ。若干ミスっていく。まあまあゆっくりメダルだけでいきましょう。無理に使うことはないんで。さあブーメラン、これぶち当てられるか。よいしょ、ブーメラン当ててくるか。さあここはざとゆっくりことによってやつら潰し合い。 OK、 ここ1個交換でもいいか。よいしょ、でダイレクトショートカットいきますか。よいしょよいしょ。で裏にスターあるんでかなり強い。よいしょ、ウルトラミリターボ解放から3位浮上か。3位でスターってこれ結構勝ちパターン入ってる。うわーミスった、これ使うしかない。あそこ俺減ったくそなんだよな。よいしょ、ここももう前行くわ俺。よいしょ、トゲゾウ行ってる。さあいつ譲ってくるかな。譲ってこないで行く。1位でスターやぞこれ。よいしょ、1位スター来た。あー2位か。よいしょ、あえてゆっくり行こう。よいしょ、さあどこでもうここ行くか。行きましょう。うわー返せ、お前そのタイミングだけやめてくれ。よいしょ、いや今のところ連打してたら勝ってたんか。スターまで使ってたら勝ち確やったんや。まあまあしゃあないなこれは。さあここからどんだけ追い上げれるか。よいしょ、いやーマジか、もったいなかったな。1位スターが、俺の1位スターが。よいしょよいしょ、ダブルアイテム取られるなこれ。さあ緑ゴーラダイレクトスナイプ、当たらないでいく。自分に当たる、自分に当たる。終わった、4位残せ。 OK。 いやー面白いな。3、2、1、GO。 さあシャーベットランドなーこれ。ここ苦手なんだよな、難しい。とか言いつつ1位取れそうやけどな。意外とね、なんかあんま好きじゃないけど1位は取れるみたいなね。好みではないが1位取れるみたいなステージなんでここ。さあこれはみんなアウトコースから立ち回ってんな。アーカーゴーラ持ってんのか後ろ。これインコースから前出ちゃいましょうか。よいしょ、メダル、もうメダルでいいわ。あははは、すり抜け安定やな。よいしょ、さあオッケー。さあメダルのやつが結構突っ張ってきてんな。よいしょ、さあクッパ、これ赤を見せつけていく。歯抜けがよお前のポジションですね今の。さあええー迷っていく、なんか変なところに。マジ今のなんか狂ったな。脳からの指令がね、あのアウト行くんかっていう、どっち行くのみたいな頭の中でね指令がバグった。判断しきれなかったっす。青ゴーラ来てんな、これ一発ライフでいけるしかねえ。もう譲るに譲れない距離なんで、ダイレクト一緒に食らおうぜ。よいしょ、オッケー、食らったか。よし一緒に、よしよしよし、みんな3人負けずにした、俺含む3人。作戦通り、これであれやな、そこまで距離取られへんかったのでかい。今のでかいな、トゲと一緒に食らわせるっていう、道連れ撃ちますってやつやな。あいつスナイプ怖いな。バナナ怖い。さあバナナ、赤ゴーラ俺やめて。よし俺や、いいよ、これ一発撃って、よいしょ圧かけて、よいしょよいしょ。さあ追走します。さあやつ下行ったな、ここ上ルートとの対決やな。さあストレートできます。よいしょ、さあどうだ、どけ、うわミスったな。あのジャンプアクションのとこちゃんと入れたら勝ってたな。3、2、1、GO。 さあラストレースやっていきましょう。なんかね細かいちょっとしたミスでね、やっぱ1位取り逃すっていうのはもったいないな。よいしょ、さあこうジャンプアクションの聖地からダイレクトスナイプ。ええー、今の当たってへんの、自分に当たる、危な、危ねえ危ねえ。おっしゃ、スナイプ結局刺さったな。超遠距離の俺の緑ゴーラスナイプじゃ、まぐれやけど。よいしょ、ジャンプアクション、ジャンプアクション。さあ特に怖いアイテム持ってるやつおらんな。
さあ緑コーラ、まあ保持でいいでしょうこれね。下手になんか捨てる必要がないよ、食らうだけやからな、下手に捨てると。またはコインが欲しいな。お前ごめんな、食らわせたら。よいしょ。別に俺は君に直撃させるつもりはねえが。なんでバナナ当たんねちょっとちょっとちょっと、もうよいしょ。なんかぐたついたからもうキノコ使ったわ。よいしょ、ジャンプアクション。やばいなこれ、戦闘多分コインいっぱい持ってるからね。よいしょ、逃げ切られんぞこの前と。下手にガードアイテム外せねえからな、ここは。まあ、あーやべ。さあテレサ一直線上やからな、しずえさんは刺さらんな。さあトゲゾゴーラ危ない。よいしょ、ジャンプアクションで、よいしょ、ファイヤーいらんねんなこれ。よいしょ、ファイヤー全部捨ててダブルアイテム取ります。なんか面白いの来い。うわー、よいしょ、特に面白くはないね。キノコ、ほい。さあ俺ではないと。よいしょ、いやーここで俺の狙いはやめてくれって言ったじゃん。ゲーム崩壊したわ。3位残せ。あ、残したんじゃん。オッケー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 。まあオッケー、ご視聴ありがとうございました。